カジイチゴは、バラカキイチゴ族に属する植物。キイチゴの中でも大きく、2から3メートルと人の身長を安易に越す。暖かい気候を好み、北の分布地では雪の少ない太平洋側で多く見られる。キイチゴ類では珍しく、トゲはないが株が小さい時はつく場合がある。和名の通り、葉はカジノキに似る。茎は、若草色、または、 赤活色で太くなると木質化する。木チゴ族では珍しく、トゲを持たない。だが株が小さい時は、トゲが生える場合がある。枝分かれは、さほど激しくなく、剪定しなければ一本の木のように生える時がある。だが、地下茎を伸ばして、あちこちから芽を出すため一度増える特助は、手間がかかる。葉は、緑色で大きく、15センチ以上はある。光沢があり、無毛。 花はの茨城で花びらはシワがよる。実はオレンジ色の集合花をつけ、木ゴの中では大型。上を向いてつく。一粒一粒はクマイチゴのような尖った雫型をする。根は針が浅い。だがサッカーと呼ばれる地下茎を伸ばしており、その株が光に当たっていなくても育つことができる。関東以勢の太平洋側沿岸、山に生える。 火事1号は主に西日本に分布する低木。温暖な地方を好む。6月頃に実るオレンジ色の果実は食用となる。カキは2月から5月頃。名前の由来は葉の形が火事の木に似ていることから。繁盛力低木であり、団地では葉の多くが越冬する。ありがとうございます。